島の組の連中です。みかじめ目的の嫌がらせです。ここは俺たちに任せてください。すみません、騒がせちゃって。何とかして追い払いますから。すみません、桐生さん。これはこれは、ようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめせびりに来たんだろ。いいよ、今日は飲みに来ただけやから。嘘だ。酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。参ったな、ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。ゆうや、クソやと。おいこらガキ、今わしらんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜ、クソ以下だ。なめんなクソガキ。ゆうや、なんやお前は。カズキ、ゆうやってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、店ごとぶっ潰せ。思い出した。あんた道島の組長を殺して無所行った。こりゃ島野の親父に最高の土産ができたわ。桐さん、田中のおじいちゃん。シンジ、何やってんだこんなところで。島の組の縄張りじゃねえだろ。次はねえぞ。
本当にお久しぶりです。ああ、出世したようだな、シンジ。出世っていうか、キリュウさん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人。ああ、錦山さんなんです。錦だと？関西の5代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。兄貴、俺は今錦山組の射程頭なんです。どういうことなんだ？兄貴、錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。だから風間のおやっさんは心配して組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。シンジ、おやっさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか？明日は本部で三代目の葬儀が。おやっさんもその場を離れることはできません。それに100億の件もあって。何の話だ？東上会の金庫から100億抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやっさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ。まさか行く気ですか？でもまた島の組の連中に見つかったら。和樹、言うだけ無駄なんだ、こういう時のこの人は。さすが風間さんが見込まれた方ですね。本当に助かりました。ありがとうございます。いやー、俺はすっきりしました。これでしばらくはうちの店も平和です。10年ぶりのシャバだったのに、早速こんな騒ぎに巻き込まれるなんて、さすが兄貴。バカ言え、俺は無所でもずっとおとなしくしてたんだ。喧嘩なんて本当に久々だ。本当ですか？兄貴から手出さなくても喧嘩売られたりしてたんじゃないですか？最初のうちはな。だが挑発に乗らずに無視しているうちに向こうが根負けしちまった。おかげで模範囚になり10年で仮出所だ。あの喧嘩っ早かった兄貴が10年間喧嘩ゼロと。ま、そんなところも兄貴らしいですね。全然お変わりなくて安心しましたよ。変わってないか。あれ、どうかしました？実はここに来る前、ある男から俺がこの10年ですっかり弱くなっちまったって言われてな。自分でも技の衰えを実感していたところだったんだ。そうですか。でも兄貴のことです。すぐに昔の感覚を思い出して10年前みたいにキレのある技を出せるようになりますよ。だといいんだがな。それで葬儀会場の件ですが、東上会の連中が大勢いますから、兄貴の正体がバレるとまずいことになります。正直何が起こるかわからないですから、できるだけの準備はしておいた方がいいですよ。もう準備はできましたか？わかりました。じゃあ少し明日のことを打ち合わせましょう。本当ですか、柏木さん？何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら
別におかしな話じゃないだろ。でもまさか俺が自分の組を持てるなんて。とはいえいきなり組持てって言っても手駒がいねえだろう。うちから腕利きのやつを何人か出すから、そいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。親父さんが？親父もそれだけお前には期待してるってことだ。それに桐生のこともある。え、桐生がどうかしたんですか？あんなことになっちまったとはいえ、いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺が桐生の？そうだ。戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい、俺桐生のためにも頑張ります。親父、すんません。それでそいつはほんまにあいつやったんか？へえ、間違いありまへん。そうか、桐生帰ってきよったか。なあ、キリュウは相変わらずごっついやつやったんか？ええ、そりゃもう。そうかそうか、ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ご機嫌やさかいな。指二本で許したるわ。いいですか兄貴、これが東城会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやっさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ、そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。